材料はこちら。洗った長芋を皮ごと切る。サラダ油を熱したフライパンに長芋を入れる。両面こんがりと焼く。塩コショウを振る。醤油を回し入れる。香りが立ったら盛り付ける。お好みでマヨネーズと鰹節をのせる。妊活レシピ作ってみてね。